はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のナースクリエイターでました。いやー、ということですね。さあ、やってまいりました。今回ですね、J-HOPE 大先生からモア、こちらのミュージックビデオを見ていきたいと思います。収録ボタンをファイルということで。よろしくお願いします。ジャックインザボックスですね。楽しみでございますね。行ってみましょう。レッツだ、ガッツ。お、ボスよ。ありますよ。あの道だ。やばー、高評価。やばー、ちょっと次は歌詞を入れて見ていきたいと思いますけれども、これね、多分このボックスの中に入ってたのがどれだ、これか。なんか装置っぽいですよね。だから装置なのかな。あ、あれだ、今通ってきた部屋の中身が全部ここにあるんですよ。オフィスがあって、ここにソファーの最初のシーンのがあって、ここ診察室のベッドがあって、ここバンドやってたところだ。ジャックインザボックスしているということで、もう一回言ってみたいと思います。やば、この人よこせよ。モアという鍵、すごいですね、そう考えると。もうね、ビートがたまらんですね。
ビニミニマニモミニモチュンチュンの泣きフラウフラウキマペッシュネギャ。もうこの撮り方ですよね。もうムービングカメラでウィーってこう撮っていくかのような編集の仕方をしてるってことかな。それとももうムービングカメラでやっぱ撮ってるのかな、これは。なれな独学していて僕の傾向アンダーライン学びの美学だけ。これだから実際に学んでるっていうそのあれですよね。自分の脳内みたいなあれかもしれないですね、もしかするとね。その大先生のその自分の中身の話をしてる的なあれなのかも。でもっとっていうところなのかもしれない。それが足らんみたいな。それをエコーここら辺とかうまいわ。いやー素晴らしい。結構僕韓国のラッパーさんたちのミュージックビデオを見るのも好きなんですよ。そのテイストにすごく近いというか、ちょっとこう、風刺が効いたじゃないんですけれども、例えるそのシチュエーション、状況みたいなものが、結構こう、尖ってるというか、鋭いというか。ここもすごいわね。バンドマンの方たちの特殊メイクもですし。叫びですね、これはもう。すごいこれ、さっきのあの悪魔のんピエロの帽子のあれのそれの動いてる角だったんだこれ。芸術が宿ったかっこいい家に酔ってずっとダリゴリ押し、ダリゴリ押しか。最近スカルメイクっていうのが流行ってるなんてね、お話も聞いたことありますけれども、実際その骸骨の動きでこうやっていくっていう、かっこいいですね。素晴らしい。もうこれ止まってる時点で動く瞬間来るんだろうなってちょっと予測をしてたんですけども、この中を通っていく、コーヒーの中を通っていく、オフィスの中も通っていく。ナイスすぎません？ MV もやば、はあ、すごいわ。だから実際に起きてる出来事は大先生がボックスを開けただけだったんですよね。ずっとこれを見てたっていう、はあ、やばすぎる、かっこよすぎる。いやなんかてっきりめちゃくちゃダンスナンバーみたいなので来るのかなっていう予想がまず立つじゃないですか、大先生なので。ただそこに対して何かしらの何ですかね、裏切りというか、やっぱその一つ上を超えてこないといけないと思うんですよね。っていう中でこのロックパンクみたいなところをちょっと持ってきたっていうところに叫びがちゃんと入っているっていう、そのロックとかパンクってなんですか、ね、やっぱその自分の心の叫びになるわけですから、ロックな生き方っていう言葉があるぐらいでございますんで、やっぱそこをこの姿勢でこう歌い上げるっていうところのかっこよさがまずありますよね。歌手として、アーティストとしてっていうところをすごくこう前に出していくっていうところと、やっぱモアっていうね、もっとやねんっていう、
ここが、もうその財先生の、まあ、言葉であり、今のその BTS の、なんかこう、メンバーの方たちの気持ちにもこう、繋がってるのかな、みたいな。まあ、その、バックグラウンドにあるもの、ここら辺にその書いてある言葉とか、リリックを見ていくと、やっぱりその財先生が、今までこう、なんですかね、培ってきた道のりみたいな、歩んできた道のりに対する葛藤というか考えみたいなところがこう映されていたりもするわけじゃないですか。でももっとなんだっていう気持ちがやっぱりあるっていう、心の中に住み分かれている自分のその状態っていうものをすごい客観的にそのボックスというところに表現しているんじゃないかなっていう。で、こういう状態でもうちょっとその、なんですかね、休憩というかガソリンを入れてくれたらドライブすると、僕は また僕はビートでっていう風に、やばいもうちょっと疲れてるやばいっていう時もあるし、ちょっとこの頭蓋骨のレントゲンのところでっていう、なんか自分の何ですかね、瀕している部分、危機に瀕しているじゃないですけれども、ちょっとこういう状態の時の自分もいるというか、もうドクロになっちゃうよみたいな、スカロになっちゃうぜみたいな、こういう状態ですよね。だから治療が必要な状態みたいなのもいるわけで、みたいな。で、いろんな部屋をこう、また通っていって、最終的に心のこの叫びのところに戻ってくると。I say more! これはね、素晴らしい素晴らしい、とても素晴らしいですね。かっこいい、本当にやってることが。つなぎなのかな、これ衣装的には、黒と白とっていう部分で、ぶちかましてます、盛大に。もうちょっとね、これ映像をまた見てもっと研究しなきゃなっていうふうにもちょっと思ったところでもありますんで、皆さんぜひちょっとこう大先生のこの叫びをたくさん受け止めていただいて、ヘッドバンギングしていただければなというふうに思っているところでございます。よろしくお願いします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、せい。